お疲れ様です。今日はですね、大人気デッキボムタワーバルーンの最新型が、はい、登場しましたんで、そちらをね紹介していこうと思います。はい、こちらですね。キョスケがね入ってきました。はい、ボムバルにもついにキョスケが入る時代ですってことで、まあボムバルのアイゴレかな、はい、アイゴレがキョスケになってみたいな感じかな。元がこれですね。はい、でスケが LSP になってんのか。そしたらそう、まあもともと結構高回転の、このアイゴレ型のボムバルーンね、昔はたまにゴブリンの檻だったり、またロリババがウッドだったりとか、まあいろんなパターンを見せつつのキョスケです。はい、ってことで、まあ結構変わっちゃったと思うんですけども、やっていこうかなと思います。で、まあキョスケになって何が変わったって、もう結局高回転じゃなくなりましたね。はい、高回転で落ちましたね。あ、コイキング来た、よろしく。そう、やっぱ結局ね、なんだろう、このアイゴレバルーンタルユキディガー、アイゴレバルーンタルユキディガーの無限の攻め、あの感じがやっぱボムバルの良さだと思うんですけど、まあキョスケになったことでまたすごい変わっちゃいますよね。そう、まあ言うてタルユキ LSP バルーンディガーの高回転は残ってるっちゃ残ってるんですけど、アイゴレがキョスケになった分ね、攻めはちょっと弱くなったんじゃないかなっていう風に思ってますけども、まあ、守りは間違いなく硬くなってます。はい、キョスケいるんだね。キョスケ出してきゃ守れるやっていう、キョスケボムバスケあればまあ何でも守れそうな気は、はい、しますね。さあ、でどうしたらこれ LSP はね、めちゃくちゃ便利っちゃ便利なんですけど、不便な部分もあって、キング起動されちゃうんでね、雑に割いちゃうと、あれバルーン通らんくねってなるんでね。はい、まあ、バルーンデッキ、スケラデッキとかには LSP はね、まあ、使い方さえ分かってれば大丈夫かなと。なので端前 LSP とかは NG です。よし、さあ、まあこれアイゴレとかだったら絶対行った方がいいんですけど、まあキョスケなので無理する必要もないかなっていう。なのでキョスケの後ろにバルーンつけてディカポーンで雪玉ポーン打っとけば基本通るでしょっていう、施設取るのが相手がなければね。まあそういうデッキにちょっと変わったので、まあまた環境が変われば同じデッキといえど立ち回りも変わる、デッキの中身も変わる、まあそんな感じかな。うわ、すげえ、感染がついてんな。いっ、ああ、やめちいった、なんでよ。おい、やめるんじゃねえよ、完全。ああ、私は興味ねえやつって。なんで覗いたんねん、じゃあ。さあ、相手の方がね、感染の圧かる。おー、ペッカファルーチェ。あ、ボンさんってあれだね、ペッカファルチェスケラの人っすね。そう、スケラだ。LSP、インドラもいる。ういかちー。いかちーよー。助けてほしいよ。やべ、ボムを延命したかった。俺はフリーズがあったんだっけ、そういえば。あんま覚えてねえや。さあ、雪でノックバックしてあげて、いや LSP めっちゃ強くない、今の見たら。あれ、ペッカが、ペッカじゃねえ、あれなんだ、キョスケか。さあ、まあ、まあ今の見てわかる通り防衛力はめちゃんこ上がってますよね。防衛力が上がっただけみたいな。さあ、ちょっと、てかミリですげえ最後頑張るやん。気合が違えな。さあ、まあ LSP もあるので、いや、めっちゃスバラじゃね、スバラなんて言わん、スバラよね。さあ、これはさすがにゴリラカウンター、マジでペックか。あーで、トルネーだけでさ、あれか、キングに据えるな、そういえばバルーンって。そういえばキングに据えましたね。あー、もうちょっとキョスケさ、頑張れたよね、今。でもこれトルネードを使った後なので、この後の、マスケ、キョスケ、バルンディが、いい感じちゃうんつって。よし。で、ファルチェランタ、え、インドル逆行ったよ。それはいいのか。おー、で、トルネか。いやー、それうまい。うわ、すげえ、思った以上になんかいかれるね。釜で。あれ、フリーズ来るよ。見てます、ちなみに、左のフリーズ。
こんかった。さあそこをぼこしていきたい。さあぼこせない。いやバルのバカは入ってる。いやマジエレスピがさスケラに強すぎてやばいよ。あれサボってる。やばい。うわー無駄すぎ。え、こんないい試合一発目から取れることある。さあボンさんペッカスケラの激うまプレイヤーですね。いやでかすぎ。いやでも危なかったな。いやなんか相手がキョスケだったんであんまり相手がペッカだったんでね、相手がペッカだったんで、まあ、キョスケがね特別輝いたかって言われるとまあ難しいところではある。なんならアイゴレの方が戦いやすかったんじゃないかみたいなところもありますけど、まあどうだよ、多分それはまた人によると思うな。そう今までボンベル使ってたけど多分キョスケにした瞬間に今めちゃくちゃ使いやすかったです、ストロー上がりましたっていう方もいてくれると嬉しいね。うん、やっぱ高回転って難しいし大変じゃないですか。その分キョスケだとねなんか全体的にマイルドになると言いますか、結構安牌度は高くなりましたと思ってます。はい、七部会シャンクスやん。あれシャンクスは四皇か。やべ、にわかが月光守屋タイプね。さあ雪玉、おミラー対決あるぞこれ。え雪玉っしょ。マジで俺クラロワデッキに雪玉ってもうバルーンが入らない論を唱えたい。まあスケラも入るんですけどね、まあ迫撃砲にも入ってくるんですけどね。モハメドライト枯渇で使ってたわ。ああ全然ダメだ。でも雪玉で待つって何っていう。マジでこれマジでさ、ボムバルこれ動けんわ、動けないボムバルです。あの今までのボムバルはね何でもアイゴレがあったからとりあえずケツアイゴレできたけど、ケツアイゴレがいねえかんな。ケツキョスケでやろうだかんな。マスケ出してケツスパとかもやだし、まあスパーねえか雪玉なんでね、なんだろうな、雪玉で待つデッキなんてある？俺と同じデッキぐらいしかありえねえよな。マジで、まあええか、キョスケバルンディガーすればいいので待って大きな損はないと思う。よし、さあ、おー、え？何これ？あ、ジャイスケラピーポー、もしかしてあなた、これジャイスケラピーポーだな。あこれ攻め行き取っときゃなきゃ突破できないよね。待って待って、圧着なんだけど、やばいやばいやばい。え、コウモリガチャクイに進化してんだけど、え一発入ったなんで、やばいやばいやばい。待って待って、圧着なのはさすがにビビるし、いやこの攻めやってる。なんで圧着、いやびっくりしちゃったマジで、普通にびっくりした、ホラーだったもん今急に。ね、基本いや見えない見えない、基本だってね、コウモリが圧着いってなかなかないよね。さあ竹を無理やり取って、えもう一発落ちるが、この後守れなきゃ負けか俺の。やべ、七部会が追ってきたっていうのを
海軍に報告してやるからな、貴様。さあ次は勝ちましょう。マルチは呼吸、わかる。呼吸するかのように潜るよね、無限に。さあ LSP、 これ LSP のキャストとか出したらさ、チャキッと浮くんの。あれクロスじゃねえな、ロイか。 LSP は基本的に金魚をされていいデッキでロイかクロスなんですけど、なんだろう、暇なんで樽で圧でもかけてください。アイスピン、おさあ着衣クロスだ。相手の中身を知りたい。アイスピエリスピだ。エリポンかこれ。エリポンクロス嫌いなんすよね。ファイスペレスピっしょ。スケもあったね。あーエリポンっすねこれ。エリポンクロスだ。ってことは対空弾圧着衣だけなので、当たり。あれでも絶対ミニペカくるかな。お前圧着衣射程伸ばすんじゃねえ。え頑張りすぎやね、圧着衣マジ今の。いやー俺そっちか、エリポン守ってくると思ったんだけどな。普通に D がエリファント欲しかったね。きちいガードきちいよ。垂れ流しファイスピ全部受けるかこれ。きちいマジで。耐えてからの、さあとりあえずクロスの前には軸をつけると最強。そうなんです。ミニペカ強い。さあまあまあまあ相手が攻めてくれる分にはこれめっちゃ助かるっすね。僕は耐えればいいだけなんで。おいマスケット重視くん何やっている。いやーこれでか、さっきまでのアド全部回収したっすよ。いやーマジで助かる。圧着衣来い。あー学んできた相手も圧着衣が美味しいんだけど、さすがに来ない。でもこれ圧着衣さ裂いたらあれ守れんのかない。まあ、守ってもらおうか。ああ一こそスピリットでなんとかする系か。頑張れ頑張れバルーン。いや強いマジで。相手の圧着衣さえなければみたいな。やべえ待って危ねえ。相手も学んできてる。おいしい。いやここに来てキング軌道が効いてる。さあ耐えろ。マジで一生耐えてる。いやーそれやばなーマジで。もう単体ミニペッカエロいっすねこの人。立ち回りが圧着衣。いやいらねえボムかこれは。いやでもこのボムタワーの圧で相手は攻めれない。いいんちゃう。あっちに来たらもう次バルーン飛ばして終わらせるか。あ終わったんじゃね。さすがにこれは終わりを告げる。おおエリポンあっちゃくいが生きてるせいで、あっちゃくいが生きてるせいでさバルーンが止まらない。うわ待ってめっちゃ耐える。マジかそんな耐えられる と、 ちょっとビビっちゃうな。やばいめっちゃ耐えられてる。そろそろちょっと終わらせてあげるかさ。そのマジで圧着衣強いけどね。圧着衣出てる時にさ何もできなくなるよね。よし
さすがにか。序盤焦りましたが、バルーン飛ばすだけですね。相手がチキ出したらその逆を飛ばすを繰り返すだけかな。まあ強助だったんで、なんかクロスとかね、チキ向きやすかったかなと。さあ次は何ですかね。お主よろしく。大型引きたいっすよね、強助にしてるんだからっていう。強助のこう良さをもうちょっと生かさせてほしいな。さあディガー来る。とりあえず削るか。おい、いいね。マンボ、いやラバル、ラバホリか。いやラバホリそんな良くねえけどな。おお、ラバホリー来ました。まあ、大型ではある。いい、やばって早くね。何か俺のデッキをもう分かったのか。でもディガー冴えてたからな。さあ京介のフィジカル受けがめちゃくちゃ便利。いやーこれバルンディガー行きたかったけど、行きたかったけど行きます。京介残ってたらあった。なんでなくねえ、マジでなくなってんのか。まあ、楽だしな。ほらやべ、そこに強いが、ここでの活躍は LSP。 チュン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 。いやマジで LSP 優秀。俺のねマジで嫌いなダクネに強いから、ただそれだけで好き。ラボリのファイザップか。これもまたちょっと珍しいっすね。別に暇なんで行っちゃおうぜ、暇だし。あーいいからのホバか。ワンチャン右に来たら左にやりたいな。無視か。守ってくれるって考えてるのが甘いんだな俺も。まだまだファイザップやばいな。いや、ワンチャンも耐えれる。いや、やめて。さあ、324なりけない。やばい、点数取る。入る。危ない。ヒヤヒヤする。これはさすがに。いやーいい。でかっこれ。相手もっと言ってるわ。さあ、俺のターンだぜ。バルンディガーして真ん中キョスキあったら激アツか。いや無理やせんでいいや。雪だけ打って圧かけちゃおうぜ。いやーいいよ、早く使わすからの。ここでもう一回バルンディガーいけるのがやっぱ強いかな。なんかかぶりそう。いやーいい竹取り。俺のディガーが、いやーボスギ使ってる。欲しいよ。ここで処理してあげる。お？さあいいよ、一生攻めてあげてからの。いやめっちゃうまいな相手。すぐ寄ってくる。オバが来そう。これ耐えるのやばくない？マジ。化け物すぎる生命力が。あぶねえ。
いや、めっちゃ耐えますね。いや、ラバフォリーはちょっと大変ですね。アイゴリの方がいいのかな。まあどうなんだ、もともとボンバルーンはね、ラバーのこのホバがちょっと厄介なんで、まあまあなんとも言えなかったですね。しゃあゴレかエレジャイあたりを引いてギッタギタにしたいですね。さあよろしく。ラバって書いてんね、名前。ファイスピ来たけど、ファイスピ入りのラバー見たことないよ俺。やば、なにこれ、橋前キスケしてるだけだよ言ったら。すげえ、チンパンオブザイヤー受賞です、おめでとうございます。まあディガーで一旦削っとくか。よし、フィジカルの鬼、まあ巨北か、ちょっとめんどいね。よし、まあ守れればいいかな。あれ、形組まれてクエイクを打たれた時がちょっと渋いけど、ボムユキ、ユキがホグに対してめっちゃいいので結構メタになるんでね。さあラバー使い、ラバー諦めてついに強スキョグに手を出してしまう。あとアチャクイっすね、アチャクイ咲いてくれるといいんだけど、コスケ咲いてるからディガー受けがないので熱いっすね。マジでディガーだけで勝てるかもしんない。いやもうそれは嘘、クエイク削りに負けた。で定位置のボムな、マジで僕がルート強制しちゃうんすよね。さあこうなってくるとまた相手も難しくなってくるんじゃない。一旦抜きます。来た、まだ1個上に出てんのか、あの一応ね。いや、いい、いや、めっちゃでけえマジで。さあ相手が勝手に野直を抑えてくれたのでワンパンでさえ、いやまあこれこれができるのか、気をつけだとどうなんだろう。さあバルーンの強みワンパンです。相手が対空咲くまで一生ディガーで削って咲いた瞬間にポン。ということでこちらのね、虚数系バルーンさん、ボンバルの進化系ということで、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。またね。